まだちゃんと何も決まっちゃいないんですけども、まあ、野投げからの進捗情報としましては、まあ7月28日がちょうど野投げワールド発売されて1周年でございますから、8月にですね、今のところ予定では8月に、スーパー野投げワールド世界大会の方を開こうかなと思っております。初めての試みですね。でまあ、8月に世界大会がありまして、まあその前にですね、ユーザー大会が一回予選で開きます。まあ、それが会場を借りるかとかも分かんないんですけども、一回ユーザーたちで大会を開いて、そこの上位者が世界大会にも参加できるみたいなシステムになるんじゃないかなと。まあ、でも一回ユーザーの一番を決めて、で世界大会の方はいろんなちょっとゲストにも来てもらって、プロゲーマーとかも来てもらって、で、まあ、その世界大会の方は完全にオフラインにもなってるし、まあ、オンラインからも参加できるようにしつつ、まあ、今まだその、まあ、やろう決定ではないんですけども動いてて、今ちょっと話してるのはプロゲーマー作れるんじゃないかと。ジェス登録野田ゲーからの初のプロゲーマー輩出、プロゲーマーと名乗っていい、名乗ることになります。その方はジェスのプロライセンスなんで、本当の野田ゲーのプロゲーマーっていうか、もうマジのプロゲーマーです。職業プロゲーマーになります。ジェスっていう公式のプロゲーマーライセンスを発行してるとこと吉本が一応契約してるんで、実際やろうと思えばプロゲーマーってものを輩出できるんですね。はい、実際にこれでプロゲーマーってものを、プロゲーマーの称号を得られるみたいな大会にしたいなと。あ、ライセンスもらえるんだ。本当のライセンスもらえるらしいですよ。それはいいですよね。うん、はい。じゃあだからその8月に向けて、まあ、場所会場まだ決まっててないんですけども、ちょっとみんな本格的にね、まあ、ルールとかもまだ決めてないですし、うん、もちろん1位のみが何かもらえるとかじゃなくて、多分上位者でいろんな賞があると思うんですけども、ね、ここから猛者が出てきたらいいですよね。うん、はい、なんで8月に向けてちょっといろいろ野田ゲーワールドの方も動けたらいいし、あと野田ゲー第3弾、野田ゲー企画第3弾も何を今作ってるのかも近々発表にはなると思います。海外版のアップデートがまた5月とかにあるのかな。はい、ラストアップデートも最後もう近々になっておりまして、で第3弾の方のはちょっと毛色が違います。はい、これまでのパーティーワールドとの毛色はだいぶ違いますけども、まあでも相変わらずでございます。相変わらずの野田ゲーでございます。うん、今ね、いろいろ開発会社とかも相談しつつ、うん、まあスーパー野田ゲーパーティーがスーパー、自分の中のイメージではもうフラッシュとかのインディーゲーのイメージで、まあ、ワールドに関しては何でしょう、なんか対戦系オンラインもあるし、 e スポーツと言い張る系の言い張るがテーマだったんですけども、第3弾はまたどうなるのか今なんとか話を進めていますけども、クラウドファンディングの方も今回また行う予定でございます。よかったらね、
ちょっとクラウドファンディングの方参加していただくとゲームの規模感がちょっと大きくなっていきますんで、うん、今回はね相当素材が欲しいです。なんでもう素材が欲しいです。イラストなり BGM なりなんなりもうたくさんの素材を集めることになると思います。前回よりももっと欲しいです。あればあるほどいい。こっち、そうですね、あのクラウドファンディングもしつつ、まあ、今回のワールドとかのね、パーティーもちょくちょく売れてますんで、それの売れた売り上げもぶち込みつつ、ね、おもろいのだけを作りますんで、第3弾も。で、このね、今回第3弾が発売されれば、もしかしたらなんですけども、念願のパッケージ、いけんじゃねえのって話も今してまして、この野田ゲーでまだ達成してない目標が1個あるとしたら、パッケージ版が出てないっていうね。そうなんですよ、はい、パーティーのみ、ワールドのみは出せなかったんですよ、パッケージ版、どうしても採算取れなくて。なんでこのパーティーワールド第3弾のゲーム、3つ入ったものを一緒にしたパッケージ版っていうのが発売できたらいいなっていうね。これができたらさ、俺一番やってみたかったのが、よくあのアイドルの人とかが楽屋来て、あの曲出たんでCD お願いしますって言って、ありがとうございますってやるんですよ。でそれにサイン書いてあって、うわありがとうございますありがとうございます、ああそうなんですねつって、それをもう渡しに行くっていう史上初めてじゃない、自分のゲームを渡しに行くやつ。俺 CD と本しか見たことないです現状。うん、だって今いろんなそのイオンモールで野田ゲーイベントやってるんですけども、あれって即売会なんですよ本来はね、野田ゲーのイベントなんで、その場で売るためにやってるイベントなんですけど、今のところ売り物がないから、ただゲームやりに行ってるだけっていうね。そうそうそう、それもさすがに売れるだろうから、全国ね100カ所ぐらいもあって、1回 100本ぐらい売れたらもうねすごいことですからね。1万枚ですよそれで。確かに1万ぐらい作ってもいいのかな、パッケージさばけるのか。でもどこに置くんだって話ですよね。本社はちょっと無理じゃないかな、怒られるんじゃないかさすがに。いや売りたいですね、そういうのもやりたいですね。野田ゲーはどん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 まだまだ進んでいきますんで、引き続きよろしくお願いします。なんかさ、そのやってないその3つさ、今イメージあるのさ、例えば対戦大会でさ、野田ゲー大会に対戦するとしてさ、3つ対戦したいゲームをお互い用意して箱に入れて、そっから3本勝負するみたいなさ、対戦形式にしたらさ、マジ誰も全然極めてないゲームやり込むことにならない、多分相手が絶対やってこないだろうなっていう、うん、それなんか面白そうだよね。そうそう、コマンド長すぎ格闘ゲームとか全然やってないでしょみんな。あれ極めて1個極めてたら、このルールでも相当勝てますよ多分。一戦は必ず勝てるみたいなことになりますからね。メルちゃん1万円、メルちゃん1万円ありがとう、野田ゲーに課金させてください、クラファン楽しみです。でもぜひともメルちゃんまたね出てよ、主人公とかでヒロインか今回。うん、もうメルちゃんだからやっぱ野田ゲーイコール、うん、マッチ集めは対戦できないでしょ。だっておたけまだ競技性がある、まあ、ある、本当あるんですよね、うん、そこまでやり尽くす人はいないでしょうね。あ、そう、マジでやってんだ、マジで。まずみんなでダイヤさんを倒せだな、これな。まあ、ということで、またね、大会の情報とかも、8月の野田ゲー世界大会の情報とかも決まり次第いろいろ、この配信でいろいろ発表していって、
でも正式に決まったらちゃんと、まあ、打ち出しますんで、木更津さん2000ありがとう。あ、クラファンぜひとも参加してください。多分7月あたりの予定になるかな、クラウドファンディングが始まるの。まあスムーズにいけば、その野田ゲー第3弾をね、第3弾動きつつ、他のもともと第3弾でやろうと思ってたゲームがちょっと規模がでかすぎて難しいんじゃねえかっていう話してて、で今第3弾は別のやつになったんですけども、それも今ね、一応は進めてみてるみたいな。で今回のその第3弾に関しては、そのカヤックの後藤さんとも話してるんですけど、その試みが一応初らしいんですよ、今回やるのが。そのゲーム界でもだから、もしかしたら面白くないかもしれないらしくてそれはもう、でももう作らには分からんからなっていう。でもでも面白くないのかもしれない。でも やってないってことは、でもやってみたら面白いのかもしれないし、これがどんぐらいの規模でどんぐらいの予算かかるかとかも実はねよく分かってないんですよまだ。でもまあ俺のイメージはすごい楽しくなりそうな気がしてるんででも確かになんかね、打ち合わせすればするほど面白くなるのかこれっていう、ただ不安にはなってくるんですけど、でもね、まあいいんじゃないですか、こういうこの時代でそういうのがやれるねところも少ないもんですから、そのインディーズと一応会社はメジャーであると、吉本興業っていう、出してるものはインディーゲーって、この狭間にいるからこそ出せるようなゲームにしたいなとは思っております。時代の先駆者なのか時代の犠牲者なのか、どっちになるか分かりませんけども、まあ成功も、ね、失敗も、ね、ゲーム全体業界のね、まあ、足しになりますんで、まあ、やってみるのも手じゃないかという感じなんで、ちょっと動いてみようかなと思うんで、皆さん、またクラウドファンディングの方のご参加をよろしくお願いします。今日はもう帰ります。僕はゲームやってませんけど、だって家帰ってゲームやんだから結局ね。じゃあ今日は雑談配信でした。またね、バイバイ。